日本での留学生生活について話したいと思います。日本はとっても綺麗で発展した国で、留学生にとってとってもいい国です。だからいろいろな国から日本に留学生が来ています。いろいろな国と日本の生活は違います。初めて日本に来た時は日本人の話が全然わかりませんでした。自分の欲しいものを買うこともできませんでした。日本語がわからずアルバイトのところで怒られてしまったこともありました。日本に来て驚いたことがいくつかあります。1分の遅刻許されません。時間にとっても厳しいです。それから日本での一番大事なことは挨拶です。日本ではどこでいても必ずおはようございます、お疲れ様ですと挨拶をします。これはとっても素晴らしいことだと思います。また警官は外国人を見たらいつでもどこでも材料など見せてくださいと言います。1日何回もチェックされたこともありました。それから日本では留学生のアルバイトは1週間に28時間というルールがあります。その時間だけでは生活するためのお金はありませんが、アルバイトしすぎるとビザがもらえなくなってしまいます。これは留学生にとって本当に大変なことです。日本のゴミの仕分けルールはとてもいいと思います。紙、ペットボトル、空き缶、生ゴミと燃えるゴミの分けることはとってもいいです。日本人は14歳から80歳ぐらいの人まで仕事を知っているのを見たときは私たちはびっくりしました。自分の国ではそのようなことはないので興味を持ちました。今私は熊本にいますが、4月から千葉へ行きます。千葉は熊本より人口が多いです。だから電車やバスの数も多いと思います。迷ってしまわないかとっても心配です。千葉には物価が高いです。家賃も食べ物も飲み物も水も電気も高いと思います。だから専門学校の勉強だけではなく生活上でもいろいろな大変になってくると思います。千葉にはディズニーランドがあるのでとっても楽しみです。一度も行ったことはないのでぜひ行ってみたいと思います。千葉に行ったら今までの経験を生かして1年間頑張ります。2年間日本語学校でいろいろなところへ旅行に行けたことは本当に楽しかったです。先生たちありがとうございました。皆さんありがとうございました。日本語科の吹山先生、石田先生、津畑先生、上田先生、森田先生と九州測量専門学校の先生方、大変お世話になりました。本当にありがとうございました。